キングプリンス、シンデレラガールがミリオン達成。ファンの間では購買運動も。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日に、メンバーの平野紫耀さん、26、岸優太さん、27、神宮寺ユ太さん、 25がグループからの脱退を発表しているキングプリンス。ビルボードジャパンによると、キングプリンスへのデビュー曲であるシンデレラガールが15日ミリオンセールスを突破したことがわかりました。2018年5月23日に発売された本作は平野さん主演のドラマ主題歌として起用。2018年5月30日公開、集計期間。 2018年5月21日から5月27日のビルボードジャパン週刊シングルセールスチャートトップシンクガルズセールスデイ62万2701枚を売り上げ初登場首位を獲得しました。出展、ビルボードジャパン。CD デビュー5周年を迎える今回のタイミングでメンバー3人が脱退する前にシンデレラガールのミリオンセラーを 達成させようと、ファンの間で広まった現象をイデレラと呼ばれる購買運動が広がっていました。コメント。何で何枚も CD を買うのか私には理解ができなかった。スマップへの時だ。岸優ユタくんを鉄腕出し子を知ってキングプリンス好きになった。だから今はわかる。自分たちにできることはないのかやれることをやらなきゃ後悔する。 ティアラとつい最近のファンでミリオン達成できた。シンデレラガールは本当に良い曲でこれが記録として残せるのは良かったと思います。特にファンでもなかったんですが、DV アロラキンプル。見たらハマってしまい、今も毎日笑わせていただいてます。 5人今日それぞれに個性的で一見めちゃくちゃバラバラなのに、ふと一体感を出して絆を感じさせる瞬間とかあって、特にファンでもなかった私が思うくらいだからファンの方はより感じてるんじゃないかなと思うし、見るたびに本当にもう画面で見れなくなるのが寂しいとすら思うようになりました。理由が明らかになったわけではありませんが、本当に惜しいです。 平野く君と岸く君と長瀬君は存在認識ありましたが、高橋君と神獣ジくんは申し訳ないですが、ぼんやりしていた存在だったんですが、キンプルを見て今や存在なしでは見れないほど魅力のある方々だなぁと思ってます。ミリオン達成きっと喜んでくれてるだろうなと思います。エムステゴールデン枠のキンプル。放送ようやく録画しました。 しっかり目に焼き付けたいと思います。5人のキングプリンスにデビュー曲ミリオン達成という記録を残してあげたかったからこのニュースはすごく嬉しい。簡単ふ。それだけすごいグループがいたこと、素敵な曲があったことは記録として今後も音楽番組などで流れる可能性がある。 それを叶えたかったし、夢半ばでバラバラになるしかなかったことも多くの人の記憶に残っただろう。そして何より5人に感謝の気持ちを伝えたかった。少しでもファンの思いが届くといいな。少しでも。